裏技使ってモテモテになるんだぜ。文房具の裏技5選パート2。モテるには一体どうすればいいんだ。ゴーは今日もモテることばかり考えています。マルト、ペケッツ何してるの。暇だからゴーの観察日記つけてる。モテる方法、モテる方法、はあ、どうしよう、困ったな。ん？ヘイガール、どうしたんだ。あ、ゴー時間、机に貼ったガムテープが綺麗に剥がせなくって。これを剥がせばいいんだな、こんなの楽勝なんだぜ。でもゴーン時間、ちゃんと綺麗に剥がせる。綺麗に？うん、ガムテープって剥がした後にノリが残っちゃうから。なるほど。そうだ、レイ君、ガムテープを簡単に剥がす方法。どうしたの？ガムテープを綺麗に剥がす方法って知ってる？うん、知ってるよ。やった、さすがレイ君。まずはテープの端を軽く剥がして、ここからコツがいるんだけど、なるべく45度に近い角度で奥から手前に向かって引くと綺麗に剥がせるよ。ありがとう、やっぱりレイ君は頼りになるね。ありがとう、力になれてよかった。なるほど、モテる方法はこれだ。え、モテる方法？今のルイを見てわかったんだぜ。モテるには困っている人を助ける、これなんだぜ。あー、なるほどね。どうしてもモテたい号は困った人を助けることにしました。まるっと、鉛筆でスマホやゲーム機のタッチペンを作る裏技。先生、プリント集めて持ってきたんだぜ。って、あれ？いた！先生、プリントここに置きます。カオル先生、ちょっと待っててください。え、先生、カオル先生、何かあったのか。ゴーンジ君、実はタッチペンが壊れて困ってるの。これは学校のマドンナ、カオル先生にモテるチャンス。先生、俺に任せてくれ。え、直せるの？こういうのは大体机にぶつければ治るんだぜ。ゴーンジ、ストップ。そんなことして余計に壊れたらどうするの。あれ、ルイ、それに先生も。カオル先生、二階堂が代わりのタッチペンを作ってくれましたよ。え、タッチペンを作ったの？見た目は悪いですけど、問題なく使えると思います。ちゃんと使える？でもどうやって作ったの？鉛筆とアルミホイルを使ったんです。新品の鉛筆の先にアルミホイルを画面に当たる部分にシワがないように注意して包んだら、テープで留めて完成です。壊れたタッチペンを修理する間くらいならこれで十分持ちますよ。すごい、ありがとう二階堂くん。先生もありがとうございます。カオル先生か、二階堂ありがとうな。これからも頼りにしてるぞ。はい。また助けられなかったんだぜ。ゴーはちっとも役に立ちませんでした。マルト、定規がないときに長さを測る裏技。ああ、カオル先生の時は失敗したけど、今度こそ俺が助けるんだぜ。みんな、宿題の定規を使わずに長さを測る方法ちゃんと調べてきたか。え、そんな宿題あったっけ。あったよ、忘れちゃったの。覚えてない。でもわかる。先生、俺は当ててくれ。みんなわからなくて困ってるところで俺が正解すれば、クラスの女子全員にモテモテなんだぜ。じゃあゴーンジ、答えてみろ。みんな知ってるか、両腕をこうやって伸ばした時の長さと身長はほぼ同じなんだぜ。俺の身長は161センチだから、両腕を伸ばしたこの長さも161センチ。どうだ。あれ、間違ってないけど、定規の代わりに物の長さを測るには少し長すぎるかもしれないね。言わなきゃよかったんだぜ。じゃあ他分かる人。はい先生。ん？1円玉の直径は2センチなので、これを使えばいいと思います。おお、素晴らしい。もうルイ以外にもいろいろ知ってる女子がいるんだな。はい。ん？千円札の横幅は15センチなので、三つ折りすると5センチが測れます。ん？それも正解だ。あれ？はい、100円玉を6枚重ねると厚みがちょうど1センチです。はい、はがきの横のサイズがちょうど10センチです。みんな正解だ、よく調べてきたな、偉いぞ。ルイ君に教えてもらいました。そうなのか、さすが二階堂だな。ルイのやつ、モテモテで羨ましすぎるんだぜ。ルイはクラスでモテモテです。でもゴーは全くモテませんでした。マルト、消しゴムでパレットの汚れが落とせる。ルイばっかりモテるなんて悔しいんだぜ。別にモテてるわけじゃ。困ったな。ん？困った女子を発見。ルイはここで待っててくれ、俺が助けてくる。うん。どうしたんだいレディ。パレットを洗っても絵の具が取れなくて。なるほど、汚れを取るにはパワーがいるからな。よし、俺のゴーンジハイパーたわしで思いっきりガシガシしてやるんだぜ。ゴーンジストップ。なんだよルイ、俺が助けるって言っただろ。たわしなんかでこすったらパレットが傷だらけになっちゃうよ。え、
じゃあどうすれば。消しゴムを使えば簡単に落とせるよ。消しゴムで？パレットって紙じゃないぞ。パレットにこびりついた絵の具の汚れは消しゴムでこするだけできれいに取れるんだ。あ、本当だ。ありがとう二階堂くん。どうして僕の名前を。二階堂くんは学校中の女子の間でも有名だよ。困った時は二階堂くんに聞けば何でも教えてくれるって。ギャー、また負けたんだぜ。あ、なんかごめん。ルイは学校中でモテモテでした。ゴーはやっぱりモテませんでした。まるっと一瞬で髪を真っ二つにする方法。ルイくん、これ教えて。私も。それはね。こうなったらルイちょっと来てくれ。あ、ゴンジ、どうしたの。体育館裏まで呼び出して。俺はモテを愛しモテに愛される男、ゴーンジ隼人だが、認めるんだぜ、ルイの方が俺よりモテに愛されている。何の話かな。だから頼む、俺も困っている人を助けてモテたいんだ。いい裏技を教えてくれ。そんなこと言われても。あ、じゃあハサミがない時でも一瞬で髪を真っ二つに切る裏技はどうかな。髪を一瞬で、めちゃくちゃ良さそうなんだぜ。どうやるんだ。これをやるには二人いるんだけど。いいな、楽しそう。は、ペケッツ手伝ってくれる。任せなさい。どうすればいいの。まずは髪の真ん中に折り目をつけます。何度も折ってしっかり折り目がついたら髪を広げて。ペケッツ、この髪を両手で持っててくれる。こう。うん、じゃあ行くよ。えっ、すごい、真っ二つだ。すげえ。でもどうしてだ。髪を何度も折ることで折り目の部分が弱くなるんだ。だから両端をピンと張った状態で軽く力を加えるだけで綺麗に真っ二つに切れるんだよ。さすがルイ。よし、この裏技をレディに見せてモテモテになるんだぜ。でもこれってハサミを忘れた時の裏技だから、そういう人を都合よく見つけるのは難しいかもよ。大丈夫、いい手があるんだぜ。そして、あれ、教室が騒がしいけど、なんだろう。のぶたくん、何してるのかな。そう、ただの独り言じゃない。あー、困ったな。髪を切りたいのにハサミがないや、困ったな。ゴーンジ君が漫画をくれるって言うから言う通りにしてるけど、恥ずかしすぎる。あれはモブタ君、一体何を。ここか、困ってる人はここにいるのか。あ、こうだ。困ってるのは君かい、モブタ君。髪を切りたいのにハサミがない、そんな顔をしているね。そう、その通りなんだ。何このわざとらしいやりとり。困ってるモブタを助ければモテモテなんだぜ。俺がいい方法を教えてあげよう。髪をこうやって二つに折って、この折り目の真ん中を指一本でついてみてくれ。わ、わかった。えい。あれ、力が足りなかったのかな。もう一回助走をつけて思いっきりつくんだぜ。わ、わかった。せーの、えい。あ、やった、成功。うわっ、わー、やー、男子が抱きしめ合ってる。BL なの。ゴーはついにモテモテになりました。まるっとハッピーエンドだね。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。